熱血コンサル基礎産業。皆さんこんにちは、基礎産業山本正史です。今日は業態転換補助金を申請する前に絶対に見てほしい、そもそもの補助金の意味と生かし方、これを見て絶対に生き残ってほしいというお話をします。先日、業態転換補助金、正式名称で中小企業等事業再構築促進事業というのですが、今回の補正予算総額が1兆1400億円と通常のものづくり補助金の14倍にも上る金額で、政府としてもかなり危機感を持っていると思っておりますし、今現時点で資金確保できている社長さんについても業態転換については考えていらっしゃる方も多いんじゃないかなと思うんですね。そこで今回は業態転換補助金についての解説と、そもそも補助金を申請することの意味や生かし方についても皆さんと一緒に勉強していきたいと思います。今日主に4つのことについてお話ししていきます。まず1点目が今回の補助金の内容についてですね。政府がどこに期待しているのかについてもお話ししていきます。それと2点目なんですけども、補助金が足かせになることもあるんですね。補助金でよくある3つのデメリットについてお話ししていきます。それと3点目なんですけども、どうすれば活かせられるかということなんですね。生き延びてほしいから考えてほしいことについてお話ししていきます。それと最後4点目なんですけども、まとめと私なりの感想についてお話ししていきますので、よろしくお願いします。それでは早速始めていきたいんですが、まず今回の補助金の内容からお話しするのですが、補助金の対象となる会社の要件としては、申請前の直近の6ヶ月間のうち2から3ヶ月の合計売上高が以前の3ヶ月の合計売上高と比較して10% 以上減少している中小企業、それと自社の強みや経営資源ですね、人、物などなんですが、それを活かしつつ、経産省が示す事業再構築指針に沿った事業計画を認定支援機関等と策定した中小企業ということになっているんですね。中小企業の通常枠の補助金額は100万円以上6000万円以下で、補助率は3分の2ということになっておりますので、かなり大きな補助金の内容ということになっているんですね。成果目標としては、事業終了後3年から5年で、付加価値額の年額平均 3% 以上増加、または従業員1人当たりの付加価値額のメリット、平均 3% 以上の増加を目指さないといけないということになっているのですが、まずはこの話、付加価値額ってどういうことなんですかというのを知っておく必要があるんですね。毎年中小企業庁が中小企業実態基本調査というものを取りまとめておりまして、11業種11万社の企業の実態調査を行っているものの中から付加価値額というものを指しているものがあるんですね。この付加価値額の計算方法には控除法と積み上げ法という2つの計算式がありまして、ここでは積み上げ法を採用しているんですね。具体的には人件費足す経常利益足す賃借料足す金融費用足す租税効果ということになるのですが、特に人件費と租税効果の上昇というところは補助金を出す立場としたら見ていきたいところなんじゃないかなというふうに思っているんですね。ではこの付加価値をつけていくのにどんな風に業態転換をしていったらいいのですかという話なんですが、わかりやすく言うとただ一点、非接触というところに絞って業態転換を起こすといいんじゃないかなと現場でやっている人間の感想としては思っているんですね。今回も中小企業庁が示している事業再構築のイメージでもあるのですが、小売店舗による衣服品販売を営んでいたところ、コロナの影響で売上が減少したことをきっかけに店舗を縮小し、ネット販売事業やサブスクサービスを展開するなど、こういった人と接しなくても物が売れるというような仕組みを作り込むことが大事で、その仕組みを作るためには例えば全体で900万円のお金がいるということが分かれば、そのうちの3分の2、600万円が
補助金で出るといったような内容なんですね。今回は新しい投資をするというところに絞って900万円というところのお話をしているのですが、例えば店舗を撤退したりとか、そういったところにもお金がかかったりすると思っておりますので、ここに関しても補助金がつけばいいかなというふうに思っております。この他にも感染リスク型ビジネス枠における各種補助金の拡充内容というものがありまして、具体的に言うとものづくり補助金や IT 導入補助金の拡大枠もありますので、ここと合わせ技で申し込むと大きな補助金を獲得することができるんじゃないかなと思っております。今回の補助金に関してだけ言えば一つコツがあるのですが、それは通常のものづくり補助金の14倍もの予算を確保していることと、ほぼ初めてと言っていいぐらいの内容の補助金枠ではありますので、最初の採択は結構甘くなってくるんじゃないかなと思っているんですね。だから最初の採択を取るためには、早く事業計画を作って、早く申し込んだ方がいいんじゃないかなと思っているんですね。弊社も認定支援機関なので、ご興味のある方はこの上の電話番号でご相談いただければと思っております。このように通常とは違った大盤振る舞いとも言えるような補助金の制度なのですが、補助金っていいことばっかりではないんですよ。実は弊社も補助金の申請というのを結構やっている会社なのですが、補助金が足かせになる事例について次のお話で解説していきます。補助金が足かせになることもある3つのデメリットなのですが、まず結論から言います。補助金を受けた後での報告義務があるものが多いこと。もう一つが報告した時に実態と大きく違っていた場合に、場合によっては返還を求められるようなリスクもあるからなんですね。そして3点目、これが一番大きいのですが、補助金を導入して起こした事業が全然見当違いのもので、利益を生み出すことができないということなんですね。例えばこんな話があります。前回の IT 導入補助金なんかがそうなんですが、ネット通販事業を起こそうと考えて、450万円の事業を検討して、そのうち3分の2、300万円を補助金で受けたとします。ということは、150万円が手出しということになりますよね。自分のネットショップを起こして、自分の商品をそのネットショップに出品して、いざ通販事業を起こそうとしたのですが、全く商品が売れずに150万円すら無駄になってしまうということがよくあるんですね。何が言いたいのかというと、最初の事業計画を起こすときに、その事業の実現可能性が高いかどうかということを全く考えていないこと、そしてその事業が補助金を受けるための事業なのか、自分の事業を伸ばすための新しい選択なのか、このあたりをそもそも最初から考えていない計画が多いんじゃないかというのが現場での感想なんですね。ではどうすれば補助金を活かせるのか。今回の本題の生き残ってほしいから考えてほしいことというのが次のお話になるのですが、まず結論から言います。これはいつも資金調達コンサルの現場で話していることと同じようなことなのですが、自分の事業のどこが悪いのか、そして業態転換する必要があるのかないのか、そして業態転換するとしたらいくら必要なのかということと、そして最後にどのように利益を上げて、どのような出口を迎えるのかといったイメージをはっきりさせること、その上でいくら必要ですかというところで、調達手段の一つとして補助金を利用するかどうかというところを考えるというところが一番大事だというふうに思っているんですね。先ほどのネット通販の IT 支援補助金の例でいくと、このようなことが考えられるんですね。例えば自社のネット通販を起こすとするなら、どのぐらい広告宣伝費がかかるとか、そういったところを考えていかないといけないのですが、そこを全く考えずに自社でショップを起こすとこのような結果になってくるんですね。だから最初に Amazon などのプラットフォームで販売することができるかどうか、そしてプラットフォームの中でのライバルがどのぐらいの強さで、どのぐらいのボリューム感やマーケットの大きさを持っているかどうかというところをしっかり確認した上で、自分の商品がちゃんと通販業界で戦えるものかどうかというところを検討していく必要があると思っているんですね。
その上でマーケットは大きいんだけど、ライバルが強いなどの理由で、プラットフォームの中で戦うというのがちょっと難しいというのであれば、Amazon に広告宣伝費を払うよりも、自社でネットショップを起こして、LINE とかリスティング広告とか動画を作成したりとか、そういったところで自社の商品の露出を広げていく。そしてその露出を上げていった中でファンを集めていき、自社の商品を安定的に売っていく仕組みを作っていくことが大事なんじゃないかなと思っているんですね。仮にこの仕組みを作ることが200万円かかるとして、補助率2分の1で自分で出す費用が100万円だったと考えたときに、補助金を受ける金額は最初のプランよりは少なかったとしても、1年間で利益を100万円上げることができれば1年で回収できますよということになりますよね。そして2年目以降は100万円ずつ利益を上げることができるということになりますので、補助金を受けた後での報告についても嘘ではないので報告書も書きやすいですし、何より投資したお金をしっかり回収でき利益が出ているということになりますので、次の投資も考えやすいということになってくるんですね。実を言うと銀行員も融資を検討するときに補助金を活かせているかどうかというところは、できる銀行員になればなるほど見ているので、補助金をちゃんと活かせている企業に対してはしっかりと資金を当てていっているというのが現場での感想なんですね。何が言いたいのかというと、補助金をもらうもらわないの前にしっかりと自分の事業を知った上で、かつ自分の事業の周辺環境も勉強した上で補助金を申請するということが必要なんだろうと思っております。それでは今回のまとめになるんですが、大きく3つありまして、1つ目がまず業態転換すべきかどうかというところも踏まえて、自分の事業をしっかりと見つめ直す必要性があること、そして業態転換して利益を上げるのにはいくらかかって、最終的な自分の事業の出口ですね、自分の事業の3年後の BSPL がどのようになるのかというところをしっかりイメージした上で、補助金を導入するかどうかというところもしっかり検討し対応すること。それと3つ目、今回はここが大きくなってくるのかなと思っているのですが、補助金を申請するのであれば最初の採択には間に合うように早い段階で申請を起こすこと、ここが一番なんじゃないかなというふうに思っております。2020年度は日本の企業の付加価値率が非常に低い、労働生産性が低いということが課題となり、来年しっかり取り組まないといけないということが分かった年なんじゃないかなというふうに思っているんですね。そしてコロナ以前に勝ち組であった業態と負け組であった業態があり、そしてコロナの影響で市場が拡大した、もしくは縮小したという煽りを受けて業績が大きく伸びた、もしくは縮小して破産廃業したというのが顕著に出た年なんじゃないかなというふうに思っております。絶対に生き延びてほしいと思っておりますので、まずはこのあたり、事業計画の策定と補助金申請の相談に関しても一定の実績がございますので、お気軽にご相談いただければと思っております。概要欄のリンクからも対応できますし、この上の電話番号からかけていただいてもスタッフが対応してくれます。現在1日3件から5件ぐらいの相談を受け付けているのですが、なるべく早い段階で行動に移せるように頑張っていきたいと思っておりますので、事前に決算書とか資産表の準備をよろしくお願いいたします。あとメンバーシップのご登録ありがとうございます。順調に加入いただいており、ありがたく思っております。先日メンバーシップの方向けの来年の景気と金融の動向というお話をさせていただいたのですが、質問も多くて非常に好評で、2ヶ月に1回ですね、次回は3月に開催したいと思っております。こちらに関してもメンバーの方に優先して案内をしていきたいと思っておりますので、引き続きメンバーシップのご登録をよろしくお願いいたします。それでは最後まで見ていただいてありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。 M&A で会社を買いたい売りたい、サラリーマンをしていて独立企業副業で稼ぎたい、会社の資金繰りに困っている、銀行からお金を借りたいけどどうしていいかわからない、そういった方はぜひ概要欄に弊社ホームページのリンクを貼っておりますので、お気軽にお問い合わせください。お金の悩みは必ず解決できます。一人で悩まずにまずは弊社にご相談ください。
私たち基礎産業が全力でサポートします。